ワーシトあるいはワースイトは中世イラクのティグリス川中流域に存在していた軍事商業都市であるウマイヤ朝時代にイラク総督のハッチャージュブン・ユースフによって築かれた軍事交通の要衝として栄えたがティグリス川の流路が変わると衰退し姿を消したワーシトはイラク東部のワーシト県の中南部県と空都から南東におよそキロメートルの 位置にあるワーストは、バスラ、クーファに次ぐイラクで3番目に築かれたムスリム都市で、ウマイヤ朝のアブドゥルマリクに、イラク総督に任じられたハッチャージュブンユースフによって、おそらく西暦702年に築かれた。ハッチャージュは、ウマイヤ朝の支配に抵抗するアラブ戦士への、抑えとして、バスラ、クーファ、そして、ペルシアのアフワーズからほぼ遠距離にある、ティグリスカハンに、 シリア戦士が駐留する軍営都市を置くことを決め、バスラとクーファの中間に位置することから、中間の街を意味するワーシトという名前が付けられた。ハジャージュはこの地にまず、大モスクとそれに隣接する総徳の宮殿を建設。都市はティグリス川に面していない三方を壁で囲って、六カ所の出入り口には全て門を設け、都市への出入りを厳重に管理した。 ワーシトの建設にあたってハッチャージュは周辺の町や村を数多く破壊し、その建材を利用したと言われる。ハッチャージュの死後も、ワーシトの町はイラクにおけるイスラム王朝の最大拠点となるまで発展を続け、ウマイヤ朝期を通じてイラクにおける最重要都市であった。ウマイヤ朝に代わってアッパース朝がイラクの支配者となり、バグダードが建設されて首都となると、 ワーシとシ壁の門は撤去されてバグダードへ移設されるなどして政治的な地位には陰りが見え始めたが軍事調は変わらず要少であり続けた。また商業都市や学術都市としては繁栄を続けた。モンゴル帝国のイラク征服の際には大規模な略奪や虐殺が行われティムールの生成に際しても多くの建物が破壊されたが都市は維持し続けられた。しかし、 ティグリス川は徐々に水量を減らし、15世紀以降には流路も変化して、ワーシトはティグリス川から遠ざかる。17世紀にはトルコの地理学者がワーシトについて砂漠の中に佇む、と記している。ティグリス川の恵みを失うことで、ワーシトや周辺の町村は衰退し、18世紀の初めには完全に無人となり、都市としては消滅した。 ワーシトが築かれた場所は、7世紀の大洪水で流路が変化したティグリス川の西岸で、対岸はカスカルという都市の支配地域であった。ワーシトは、黒い土地を意味するさ、ワードというイラク南部に広がる肥沃な中石平野の,の東部に位置し、ハッチャージュが、灌漑や開墾を奨励したこともあって、周囲に豊かな農地が広がった。ワースト周辺での農作物の収穫は、 タトシの基金に備えた備蓄にも当てられたという。ティグリス川に面し、イラク各地へ伸びる、街道網の中核でもあったことから、ワーシュとは、造船基地、商業拠点としても発展した。多くの対象宿が店を構え、旅人が行き勝った。ワーシュとは、美しい都市で、中心のモスクは200ヤード四方、隣接する総徳の宮殿は400ヤード四方ほどの大きさがあり、 宮殿の屋根にはいわゆる緑のドームがしつらえられ 25km 離れた場所からも見えたという。このモスクや宮殿はアッパース町のカリフマンスールがバグダードを建設する際に手本にしたと言われる。支壁は高さ 2m、厚さが 4.5m あり、外側を堀が取り巻いていた。市内は4本の大通りが貫き、道幅は8ヤードほどあったという。 ワーシュトは、学問の一大拠点でもあった。バグダードとメッカに、同名のものがある、シャラビアマドラサを抱え、多くの学者が活動した。ハティーブ・バグダーディー、イブン・ジャウズイ、イブン・アスイールなどが、ワーシュトにいたとされる。また、イブン・マトゥータは、ワーシュトでは、多くの学者がクルアーンを深く学び流霊に読む、と記し、クルアーンを学ぶために、 各地からワーシュトに人が集っていたことを伝えている。ワーシュト跡は長らく砂漠のただ中に放置されてきたため、人の手による破壊は免れているが、風化による損耗は目立つ。1936年から1942年にかけてと、1985年に調査隊が発掘調査に入り、マドラサの門と思われる建造物や墓地、モスクの遺構などを確認している。 地上に立っている建造物は摩耗への対処として部分的に保護がされているが包括的な保全事業は行われていない。2002年7月7日、ワーしとは世界文解散の暫定一覧に加えられている。ありがとうございます。